内部詰めとは、将棋における持ち駒の不評を打って、相手の玉将を積みの状態にする手のことである。将棋の禁じ手の一つであり、内部詰めを指した対局者の負けとなる。将棋において、内部詰めはルールで禁止されている。盤上にある不評を動かして、玉将を詰ますのは構わない。また、不を打って、王手をかけた瞬間に敵玉が完全に詰むわけで、なければ、 敵玉が即積みの筋に入っている場合であっても、符を打っての王手は認められる。上の図1で15歩と打つのは内部詰めの反則である。図2で16の符を15歩と進めるのは月や弓詰めで、これは禁じ手ではない。図3で15歩と打つのも、この後同銀同金と進んで、積み上がりになるので、内部詰めではない。 実践ではまず発生しないが、持ち駒の符を打って相手玉をステールメイトの状態にすることが内部詰めに当たるのかは、正式な見解は出されていない。もし罪の定義が王手をかけていることを前提とするならば、ステールメイトは罪ではないため、この解釈に基づけば内部ステールメイトは禁じ手ではないことになる。また、持ち駒の符を打って大手をかけることにより、相手が刺せる手を 連続大手の千日手となる役大手しかない状態にすることが内部詰めに当たるのかについても正式な見解は出されていない。内部詰めが禁じ手となったのがいつのことかは明らかになっていない。初代大橋総計が1602年に献上したとされる詰将棋、将棋造物に内部詰め回避の問題が含まれているため少なくともそれ以前には成立していたということになる。 最初に、内部詰めについて明文化されたのは、二世名人、大橋総合による、将棋図式とされる。総合は、従来の慣習を明文化したとされ、内部詰め二歩、行きどころのない駒、千日手を禁じ手としている。なお、内部詰めが禁じ手となった理由について、最下級の兵士が、大将の首を取るなどまかりならないとされたためという、俗説があるが、 その説の裏付けとなる資料、文献等は存在せず、真偽のほどは定かではない。また、上記の説では月歩み詰めが禁じ手でない理由が説明されておらず、整合性を書いている。有力な説としては、戦国時代に将兵が願いって、主を打つのはありだが、最下級の兵士が願いって、主を打つというのはもっての他とされたため、内部詰めのみが、 禁じ手になったという俗説である。また、負の駒数は両軍合わせて18枚もあり、対局の最終局面において手駒にある確率が非常に高く、それによって勝敗を決することが、将棋のゲーム性を著しく損なうことが、内部詰めを禁じているとの考察もある。プロ騎士の対局では、実際に内部詰めの負を打って、反則負けになった例は、 現在のところ存在しない。ただし、内部詰めが関わる、局面自体はいくつか存在しており、などがある。内部詰めが関わらない限り、まず見られない、角行のなりが、実戦で現れたケースもわずかながら存在する。数は、内部詰めを避けるために、角のなりが刺された事例である。図の局面から先手が四三角陰性とすると、五四歩六六銀打道と同歩五五玉で、 次の五六歩が内部詰めとなるため、実戦では四三角引き不なりとし、同様に進んで五六歩までの局面で五手が投了した。局面図以前の指してから大手が続いており、三十五手詰めであった。数は地玉を内部詰めにする形の受けとしての角不なりが刺された局面で一五同角なりでも積みはないが、実戦は先手が一五同角なりとすることで一六歩が、 内部詰めになり、後手はここで投了している。角のふなりと同様の例として、内部詰めを回避して詰めるための飛車のふなりの実践における例もある。数の局面から、後手は五級飛不ふなりとすることで内部詰めを回避している。ここでもしごきゅなげとした場合は、4級金と移動愛されて3八歩が内部詰めとなる。また、理論上は内部詰め回避のための不ふなりも、 考えられるが、プロの公式戦では現在まで、そのような事例が発生した記録はない。内部詰めは2歩と同じく禁酒であって、それを指した者は、その局において負けとなるが、通常はそれ以上の罰則は課されない。Yahoo ーゲームでは、内部詰めをはじめとする禁酒は、不正行為とされ、公式のヘルプにて、Yahoo Japan ID が削除されることもあると、明言されていた。 インターネット将棋の仕組み上、反則した当人が負けを認めるか、そのまま対局を継続するかの選択しかできないことがあり、内部詰めをした側が負けを認めないと、ゲームが進行できなくなるという問題もある。詰め将棋では、この内部詰めを題材とした作品がある。初刑や、途中の状態で生じる内部詰め局面を打開したり、内部詰めの局面の生成を回避することがテーマとなる。 内部詰めの局面の解決法は何種類もある。主な解決法は以下の通りである。最も頻繁に現れるのは、負を打っても詰まないように玉の逃げ道を作っておく方法である。などがある。例題を以下に示す。不なりを用いた解決法不なりを用いた解決法は、大駒や負のようになると危機が多くなる駒をわざとならないでおくことにより、 玉が逃げる場所を用意する方法である。五世、名人二代目、伊藤隆信は、船りを用いた問題のみを集めた作品集、将棋生命を表している。上の図読んで二三角なりでは二五玉とされて二六歩が、内部詰めとなるので失敗する。そこで最初に戻って二三角船りと指すと、二五玉に二六歩としてもに四玉と応じることが、でき。 内部詰めにならないので手が続けられる。以下3、4金までの後手詰めとなる。駒の移動による解決法駒の移動による解決法は、玉の逃げ道にある駒を先に動かしておき、そこに玉が逃げられるようにする方法である。上の図7では2、3銀なりに1玉の局面で2、2歩が内部詰めとなるが、3、2角なり同歩と捨てて、 不を動かすと、二二歩と打っても三一玉と逃げられるため、内部詰めが解消される。以下四二歩制までの七手詰めである。なお、三手目の三二角はなっても、不なりでも良い非限定である。捨て駒による解決法、射駒による解決法は、玉の逃げ道に効いている自分の駒を捨てておき、そこに玉が逃げられるようにする方法である。前行と似ているが、 この場合は玉型の駒を動かす必要がない。図中ですぐに74歩と打つのは内部詰めである。そこで、84の逃げ道を塞いでいる竜を82竜84玉、73竜と捨てる。同玉とした図は、竜がなくなっているので74歩と打つことができる。以下は84玉に9三角なり85玉75、馬までの9手詰めである。詰め将棋における内部詰め回避の最初の問題は、 この捨て駒による方法である。打った符を玉型に取らせることができれば、内部で玉は積んでいないことになる。そこで、内部を取らせて積まないようにする方法もある。玉型の駒を動かす、図14ですぐに13歩と打つのは内部詰めである。先に24形同流としてから13歩と打つと、この符を同流と取らせることができるので、内部詰めではなくなる。 以下に一銀符なりまでのご手詰めである。思考手順により玉型の角を動かす伊藤漢字の作品や歩を取らせることができる合駒を発生させる盛り立て筋などがある。鋼型の駒の利き筋を遮る持ち駒を打つことによって、別の鋼型の駒の利き筋を遮り、数手先で歩を打つところに鋼型の駒が利かなくなるようにして玉が歩を取れるようにする問題もある。 図17で25飛と打つと1二玉で1三歩が内部詰めになってしまう。そこで24飛と打ってわざと馬筋を遮り、1二玉に対して1三歩と打つと、この歩が同玉と取れるため内部詰めではなくなる。以かに1ひなりまでの後手詰めである。24飛は25より下に打っては詰まなくなるため、飛車の打ち場所は限定されている。このような状態を限定だという。 上に分類されないものとしては、先に符を打っておいて、後からその符を突く、先打ち突きや弓詰めなどがある。玉方不成による内部詰め誘導を攻め方の不成とは、逆に、玉方が不成で内部詰めに誘致する問題もある。玉方が駒をならないことで、内部詰めになって詰まなかったり、玉方が駒をなってもならなくても詰むもの積のみ手順が、大きく変化するというものである。 図14の27にある玉形の駒が竜ではなく、なっていない飛車だった場合、24桂に同飛なりと応じれば13歩で、図15と全く同じになって積むが、24同飛不成が妙手で、13歩が取れないために、内部詰めとなって積まない。高う方玉への内部詰め総玉詰め将棋においては、高う方の玉に対する内部詰めを題材とした作品も、ある。この場合、高う方は、 地玉が内部詰めになるようにして玉方の受けに制約を与えたり、玉方が高型の玉への内部詰めを避けるように応接する解決法が求められる。高型玉への内部詰め局面においては、玉方は飛べ、金、銀、鉱を持ち駒にできないので、必然的に盤面の駒配置は多くなる。このため、一般向けに出題されることはほとんどない。 図22で六八角引きとすれば、五七部合が、内部詰めのためかつらいを余儀なくされて三手詰めとなる。六八角上では五七部合で失敗する。原理図のため省略したが、詰め将棋とするためには、残りの日、金、銀、甲をどこかに配置しなくてはならない。木村義則、持ち駒仕様の謎日本将棋の起源、291.294から295ページ。 将棋世界2009年2月号152から161ページ、内部詰め物語、植地隆造。同志の記事中では詳細不明としている。将棋世界2009年2月号152から161ページ、内部詰め物語、植地隆造。将棋世界2008年11月号80から87ページ、杉本正隆七段による、リレージ戦記より、 B 級一組順位戦三回戦、杉本七段戦、渡辺明ブログ、2019年8月13日、閲覧、ありがとうございます。